JC レディオ2018ミッションニューフロンティア。いや、暑いですね。暑い。はい、真夏の放送始まってまいりました。びっくりしたね。今日の収録日なんだけど、40度。40度超えてるね。熊谷で41度。41度。熊谷で41度。もうやってられないね、こんな暑くなるとね。相模原もなんか、福井の方でペンって写真送られてきて、39度。39度。道路の表示板がなってて。うちベランダ44度になってる。どういうこと？照り返しあるからね。お前家のベランダ暑いの？暑い。埼玉越えした。今日。埼玉越えした。うん、そっか。だちけだけ埼玉越えしました。で、深緑区も39度だから、中央区もだいぶ暑くなってると思うんだけど、大丈夫？体調とか熱中症とか。俺？うん。大丈夫。大丈夫。一言で終わらせる。ね、そんな暑い中やってますけども、今月は、まあ、ちょっとのんびりやっていこうかなと思いまして、はい、夏の恒例行事、相模原納涼花火大会に、実は我々、広報発信委員会として、まあ、青年会議所の出向という形でお手伝いに行くので、それの情報がまず一つ。はい。で、もう一つが、先日行われた例会、イベントですね。で、観光に関するシンポジウム行われたそうなので、それをね、相模原の観光がどのように変わっていき、どのような可能性があるのかっていうのをね、バババンと担当の委員長を呼んで、お聞きしたいと思いますので。もしや、あの、渋谷委員長。そうそうそう。我々の中で親方と呼ばれている、渋谷委員長。渋谷委員長が。あの有名な。はい。どれぐらいのサイズ感かはぜひ YouTube の方で。YouTube で見てもらえれば。それでは、早速 JC トピックスに行ってみたいと思います。それでは今月もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ではお呼びしましょう。今回の JC トピックスでは、前回、相模原のニューツーリズムを企画してくれた、渋谷委員長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。相模原 JC 観光推進委員会の、渋谷です。はい、先日行いました最初は相模原のニューツーリズム、この町を輝く観光の原石、皆様お越しいただきましてありがとうございました。この例会はですね、まず最初にすごい大変な思いをしたので、最初に例会の事業構築の話からさせていただきたいなと思っております。はい、まずはですね、21世紀、最大の産業っていうのは今今後観光になるっていうことで、この辺の理事長、小山理事長はですね、旅行者を呼び込みたいということで、この、観光推進委員会できました、はい、その中でですね、いろいろ考えさせていただいて、まあ、最初はニセコのロスフィンドレさんという、観光庁のホームページに出ている方をお呼びして例会をやろうと思ったんですが、ニセコってどこは？ニセコってね、北海道にある。北海道の、うん、でそこで、結構スキーしかない場所なんだけど、夏に、うん、こういうなんですか、川下りみたいなのをやったりとか、うん、アスレチックみたいなところを作って、通年型のそのね、観光 の、 仕組みを作ったような人がいるんですけど、まあ、その当初はその人を呼びしてやろうと思ってたんですけど、まあ JC って皆様お分かりの通り、はい、まあ議案が議案という名の企画書ですね。また聞いてる方はそう分からないですよ。なんで一応企画書っていうことで、そう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 、はい、まあフルボックにされちょっとニセコは、はい、ニセコはまあ次の機会でいいかと。そうですね、うん、はい、ということで次に、たたき絵作ったさせていただいたのがカレー議案ということで、カレーは飲み物の議案ですよね。なるほど、はい、親方もう飲むようにカレーを飲むからこそ出てきた。そうで、飲むカレーっていうのも実際考えたんですけど、何それ何それ、飲むカレーをサメナの名物にしようと思って模索したんですけど、実はこれもあるんですよね。ちょっと待って、相模原に飲むカレーがある？いや、相模原じゃなくて違うところで缶コーヒーバージョンの飲むカレーってのを作ってあるんですよ。残念ながらそうなの、一発目じゃなかったんだ。そうなんだ。え、ちなみにどこちょっとね、忘れちゃったんですけど、うん、缶コーヒー自販機で売ってるってこと？缶の飲むカレーが売ってるんで、ぜひネットで検索していただければまたカレー味のスープとかはあるもんね。そうだね、コーンポタージュあるからできなきゃないと思うんだけど、うん、うん、まあちょっとね、飲んではいないんでまあちょっとぜひね、皆さんも買っていただいて。そうだね、はい、そんなのあるんだ。まあ、日本のカレーはやはりその、ね、カレーのルーとかっていうのは簡単に持ち運びができるみたいで、うん、結構で中国の方とかお土産で結構買われたりとか、で相模原も実際にそのチェーン店もそうだし、その、まあ、中華料理屋さんでもいいから、そのカレーを出してこう調べたら200何十件とかあるんで、まあ、そういった意味でカレーってすごいいいのかななんて思ったんですけど、いやでもね、ちょっと話カレーの方に寄っちゃって悪いんですけど、
相模原美味しいカレー屋増えたよね、うん、あの、うん、市役所近くの幻とかこの間雑誌の表紙になってたよ。幻はもともとね大島にあって、やべ語る、そう大島にあって夫婦が4年ぐらい営業されて辞めるっていうことで、うん、今のご夫婦さんが、うん、その味を継承して あそこ幻っていうところでねお店あの市役所とか始めて、えじゃ あ2代目なの幻、2代目って全然他人みたいなんですけどね、もともとはあの大島の、ローソンの前にあった今風っていうラーメン屋さんになってるんですけど、あ、もともとあそこ、あの辺でやってたみたいですよ。へぇ、それ以外もさ、相模原で言えばさ、面白カレー多いですよね。あの、ダムカレーとか。あと、これカレーにくくるか微妙なのが、赤木のカツカレーの見た目ね。あー。量がすごい。そうそうそう、赤木のカツカレーの見た目。なかなか神奈川県内でもね、ダムカレーの見た目と赤木のカツカレーの見た目と普通に美味しそうな幻並ぶ街はそうないと思う、うん、僕赤木のカツカレーはいつも大盛りですけど、ね、ごっつぁんねごっつぁんです。あれだって 2,3 キロあるんでしょカレーだけで。いや多分カレーが1キロちょっとぐらいだと思う。お皿がでかいじゃん。拾ったりとか、お皿がこんな本当に家で使うお皿じゃないよね。そうそうそう、あのなんだっけ、あのお皿ケータリングのこういう、でかいシルバーの。オードブルの皿。ちょっと待って、だってあれカウンターにみんな座るのに、オードブル皿ドーン来たら、どうするの隣の人たち。でも小さいお皿置いたところで渋谷さんの体的に横は座れないし。ごっつぁんです。なるほどね。だいぶ脱線しますけど。だいぶ脱線しましたけど。熱く、カレーで熱くなって元に戻っていたら、カレー霊界すればよかったねとか言っちゃいけないか。言っちゃいけないか。まあ、カレーは結局、市役所の霊界だったんで、まあ、あと市役所じゃなくて、何でしたっけ、ほら初期衛生の方で気に入ったら、今日やっぱ枯れ腐るから、特にこの今の温度がダメだと。夏はね、でやはりそのね、理事会でそのじゃあみんな食べれないのかとか、まあ様々な問題があって、やめさせていただいて、次に考えたのが、相模原って実はハムの消費量日本一なんですよね。あと根菜。根菜も日本一なんですよ。根菜日本一。なんで、ごぼうとか人参とかブランドものが実はあるからね、相模原で。まあそんなんで、まあちょっとね、ハムカツをやろうかななんて思ったんですけど。ハムに行った。次はカレーからハムに行った。ごっつぁんです。食べ物食べ物。だこれちょっと、ね、手法がねちょっといまいち思い浮かばなくて、ハムに絞ってもらえばいいけど手法どうしようみたいな途中までね議案書いたんですけど。なるほどね。もう豚を吊るして捌くわけにもいかないし、みたいな前 で、ね、もうせっかくならハムは飲み物でよかった。ハムはカモ、ハムはカモだって肉だし。そんなかんだでなんだかんだ言って、あのうちの副委員長中山君にはご議案目を書いていただいて、やっとできたのがこの田中社長さんのあのニューツリズムということで。なるほどね。はい、当日どんな話があったの？それではですね、平田信也氏っていう年8億円のツアーを売る、西の日本旅行の、平田信也さんっていう方をお呼びしてですね、まずはそのどういお客様のが喜ぶサービスで、それによって人を呼び込むっていう形で、ご講演いただいて、でその後にディスカッションをさせていただいたんですけど、まあ、ディスカッションでは我々委員会の方で調べて、やはりその人が来るっていうのは、まあ、ニューツーリズムっていうのはまさに今ある観光資源を生かして、体験型とかっていうのを足したら新しい観光の、出し方やり方っていうのがニューツーリズムっていうことで、何かバーンでっち上げるんじゃなくて、あるものをあるものを使って、なるほど、ね、結局我々 GC がなかなかね新しいものを作っていってもやっぱ金銭面的にも、まあ、じゃあ誰が運営するのっていうのがあると思うんで、まあそれでね、我々の委員会の方で調べさせていただいて、まあ小渕のあの辺のね、はいはい、今中国人なんかはすごいね、中国の方なんかすごい今買い物ね、爆買いなんて言ってる中、サメラってあんだけね、モールショッピングモールなかなかないぐらいいっぱいあるのに、なんとかなんないのかななんていう話は伺わさせていただいて、で我々だとじゃあどうすればいいんだろうっていうね、思うけど、やはりこの平田さんっていうのはね、だったらもうちょっと大型バスが止まる駐車場を作りなさいと。確かにそうですよね。ああ、バスなきゃ、乗車来れないもんね。そうそう。で、我々がそういうところに気づくのかってことですよね。はいはいはい。やっぱり、その、住んでる人にはなかなかわからない、相模原の魅力っていうのはすごいいっぱいあると思うんで、ね。そうだね。そんなのが発掘できた霊界だったのかなとは、個人的には思っております。バスツアーとかできると違うじゃないもんね、そうそうそう。確かに、道も狭いしね。圏央道今作って、やっと道広くし始めてるけど、うん、狭い道も多いしね、観光。まあ、浮上もまた、市の方、行政の方で予算使って、また、道路の整備なんかにやるみそうなんで、で、富士なんかも、今ね、我々の委員会で、8月で今ツアーを企画してるんですけど、まあ、その時なんかも結局小型バスじゃないといけなくて、なるほどね、やはり道路の整備がなんかうまくいったみたいなので、まあ、今後ね、緑区にしてもそうですし、
どん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 ね、あのいいものができてくるんじゃないかなとは思ってます。泊まるとこも少ないもん。泊まるところはね、結構意外とあるんですよ。あ、あるんですか。あ、そうなんだ、グリーンホテルですよ。うん、グリーンホテルとか、サティホテルね。サティホテル、サティホテルね。お前らが作ったやつだ。なるほどね。なんかツアーっていう話だけど、それは今回の霊界、ニューツーリズムの霊界でツアーを作って、それに一般の人も行けるの？一般の方、今応募します。おお。はい。でも現段階ではちょっとゼロなんで、ぜひね、ラジオ聞いてる方。はい。それ何で調べれば出てくる？あの相模原観光株式会社さんと一緒にタイアップしておりますので、はい、まあ、そちらの方にご連絡いただいてもいいですし、はいはい、相模原 JC のホームページからですね、はいはい、連絡いただいても、あの、はい、私の方につながると思いますので、はい、なるほど。じゃあ相模原 JC のホームページ見れば、はい、それは何、一つツアープランがあるみたいな。それとも3つあります。3つ、南区、中央区、南区であるんで。へえ、はい。じゃあ大変だね。もうこの間霊界が終わってバーンって打ち上げじゃなくて、そのツアーをやるところまでが、ま、そうですね、渡辺さんのいない3つ3ツアーあるんだもんね。すごいね。そしてあと10月合同ホラーですね。なるほどね。そこで何、あの行った人たちの感想とかが聞けるわけ。はい、と思ってるんですけど、まずは皆さんが参加していただきたいと。意見をご参加よろしくお願いします。じゃあ相模原青年会議所のホームページから、はい、相模原観光さんのホームページかな。はい、はい、そうですね、はい、で確認ができる。はい、なるほどね。じゃあ、授業はまだまだ終わらないということで。夏も終わらないですね。夏も終わらないね。じゃあそんな渡る院長が元気になる一曲を、じゃあリクエストでお願いしていただいて、最後このコーナー締めましょうか。はい。